おっと？兵士の70%を倒す。いや、もうこれ楽勝じゃないですか。あ、クリアしてしまった。対象一定数運べ。あ、失礼。またノルマを達成してしまった。おお、ちょっとこれ挙動見てもいいですか？あ、くっついてますね。へえ。そして話すと。なるほど。すごく今更なんですけど、まあ、もちろんと言いますか、なんと言いますか、そうですね。まあ、さすがに、パンジャンの方とガンタンクの方は、見てましたね。はい。本当に ゲラゲラ笑いながら見てたんで。あとは、クシャトリア作ってる人もいませんでした。あれ、すごいなと思ったんですけど。破壊せよ。はい、破壊。しましょうか？じゃあ。まあ、まず、飛ぶのか否か。まず、飛行試験からしてみます。勉強になりました。干渉式ってここダメですかね？動かなくなっちゃうかな？動かないか？これ。 何が起きてます？何が起きてますか？ 横だと壊れちゃいますけど、縦ならなんかいい感じになってくれたりしますかね？ダメですね。 もげましたね。 もげちゃいましたね。重心が後ろに寄ってるものはいい感じに後ろに反れると思うんですよね。おそらくキャノンなんかもこれ重心が後ろにあるので、おそらくこれで走ると、そっちじゃないんです。そっちじゃないんですよ。開幕と同時に走り出せばいいのか。よし、これで、あ、 いくらなんでも頭が悪すぎる。投石機ってどう作るんですか？土台はできてますよね、大体。投石機ですか？あ、でも確かに一直線なんですよね。こうだとして。あ、そしてデカップラーが切り離しなので、あ、ちょっと待って、これ来たんじゃないですか？ごめんなさい、ちょっと待ってとか言っちゃいました。おお、これじゃないですか？ あ、これでデカップラーがこう来れば飛ぶんじゃないですか？よし。L。れ？あれ？もう一回いいですか？ あ、そうか。伸縮してないからですね。あ、そっか。L 押して伸縮状態で、こう！ なるほど。これいけるんじゃないですか？パッツパツですよ。これ。これは飛びますね。もう何かつけときましょう。これで。あ、これ飛ぶんじゃないですか、ボム。さては。これだ。そして座標もバッチリですね。よし。L で伸ばして。こうして、なんとかついてくる。あ、ついた。これだ。よし。お、確かについている。
なるほどな。ちょっとごめんなさい、一回、あ、ちょっと一回だけちょっと悪魔に魂を言っていいでしょうか。あそこか、そこか。なぜだ、何がいけない、なぜだ、なぜなんだ。車輪いらなくない、確かに。なんだこれ、確かにそうだ、確かにそうだ、こうしてしまえばいいんだ、もう。確かに、確かにそうだ、確かにそうだ、これでいいんだ。人はこうだ。これ来たんじゃないですか、これ来たんじゃないですか、皆さん。今すごくいい挙動してませんでした。V で話すのか、難しいなこれ。こう、私はなんということ、これではいや、社員の皆様には学んでいただきたい。時には何を差し置いてでも出さねばならない結果があると